里崎チャンネルちょんこんにちは。さあプロ野球も開幕して、はい、まあいろんなね解説者の人とか監督コーチのコメントとかあったり選手のコメント出てきますけど、はい、絶対に出てこないコメントがあるんですよ、はい、それ聞きたいでしょ。絶対に出てこない、うん、聞きたいですよ。なんだろう。チーム内で起こる、はい、まあ、チームオーダーですよね。チームオーダーってなかなか出てこないでしょ。そうですね。当たり前のことは出てきますけど、どんな指示が行われてるのかってことですか。そうそうそう、うん、その中で僕が感じた、はい、ベンチから求められて、はい、苦しいベンチオーダー、はい、ベスト5 そんな苦しい指示オーダーっていうのがあるんですか。いや、あるんだよ。ふざけんなっていう。へー。じゃあ5位から、はい、第5位。第5位、ピッチャーにちゃんとクイックさせろです。へー。え、キャッチャーに言ってくるんですか。うん。なんで思うやん、はい、思うでしょ、はい、それは普通のも人間の感覚よ、はい、思うやん、うん、でも普通に言ってくる。佐藤、ピッチャーにちゃんとクイックさせろピッチングコーチに言えや。そうですよねむしろピッチャーに言えよ。なんで俺みたいな。確かにピッチャーはベンチ戻ってきたら直接言えばいいじゃないですかね、うん、全部言いにくいことをキャッチャーに言ってくんだよ。ふざけんな俺ら。ちょっとクイックしろって言いにくいんですか。いや、わかんないけども、はい、すぐ何でもかんでもキャッチャーに言ってくんだよ、はい、クイックさせろとか、うん、ピッチャーもっと牽制入れさせろとか、はい、あ、もうちょっとノーマークにさせるんだとか、うん、俺みたいな。だからよくベンチから来てキャッチャーがピッチャーに言ってない。言ってないですよ。俺全部こっちに来るんだよ。そっち言えよ直接お前ベンチ帰ってきた時とかしかもピッチングコーチに言えやお前。なんで俺やねん。そうですよ。ピッチングコーチもあれ行けますもんね。ピッチングコーチがいい話、ピッチングコーチに言えや話なんで、なんで俺担当外だよってふざけんじゃねえよっていうのをよく言われますじゃあ佐藤さんがもしたまにこうピッチャーの方に歩いて行ったりとかする時っていうのは、うん、そういう指示があってもしクイッとして。いや、僕に言わないで直接言ってくださいっていう。俺はふざけんなっちゃって。でもそれ俺みたいに言えたらいいよ。言えないやつも苦しいよ。クイックしろってずっと言い続けなきゃいけないからね。ピッチャーにうるせえなと思われてるんだよ。そうですね。ややこしい。まあでも佐藤さんだったらピッチャー言うこと聞くってなってなんか思っちゃうんじゃないですか。いやいや、お前ら監督コーチやろっていう。じゃあ俺に権限くれよっていう。一回言ったことあるもんね。契約更改の時にもうちょっとピッチャーをクイックさせたりとか、うん、盗塁させないようにしていかなきゃって言われて、はい、いや僕コーチじゃないんで僕に言うのやめてもらいますって担当コーチに言った方がいいんじゃないですかってもしくはやってあげますから肩書きと給料くれって黙ってたずっとだってなんかごもっとも考えますもんね。いや苦しいでしょ。そうですね。続いて第4位、バッターの時、はい、低めの変化球とか低めのゾーンを振るな、はい、でも高めも振るな。どこ振るんですか。いやだからストライクゾーンだけ。できたらやってるっちゅうね。そうですね。いやそれだったらよ、うん、低めは振るなと、はい、だから高めのボール高めに目つけしろと、うん、低め振るなと、はい、高めのボール球は少々振ってもいいから低め振るな、はい、だったら分かるんですよ、うん、これはもう金森さんそういう感じなんですよ、はい、だからやりやすいですよね、うん、高めのボール球振っても怒られないですよ、うん、いいよいいよってその代わり低め振るな、はい、もしくはよ、うん高め振るなと、低めに目つけや、低めのボール球振るのはいいけど高め振るなだったらいいよ。どっちかには絞る。そうそうそう、どっちかに目つけしてだったらいいよ。低めの変化球振んな、高めのボール球振ってんじゃねえよ。じゃあどうすんだよ。確かになんか追い込まれますね。追い込まれるやん。低めも振っちゃダメだし高めも振っちゃダメ、そんなの分かってるよっていう。打ててるよ分かってたら。だから打ててないんやからどっちか許せよっていう。でもいるのよこれが。低めはすれよって言って高めも振ったら怒るやつがどっちやねんっていう。そうですね。それは苦しいですね。打ててない時に自分が言われたらどうなんだって感じですよね。さあ意味わかんないよね。そうですね。聞きたい。お前だからお前できてたんかっていう。あと第3位、はい、見逃し三振するな。したくてしてるわけじゃないですもんね。いやそしたらよボール球もめっちゃ振んねんって。したくてしてるわけじゃないのよ、はい、でもそんなこと言ったら追い込まれたら何でも振り寄るから、うん、だからもう何でも飛びつくよ。見逃し三振したら怒られるから、うん、それだったら、うん、もっと細かい指示くれよっていう。そうですねそれだったらよ、うん、見逃しね追い込まれたらもう全部反対方向をつけろと、うん、それでいけと、うん、言うんだったら分かるけど、うん、普通に見逃し三振すんなだけ、はい、それはもう全員飛びつくぜ。そうですねだからもうそういうオーダーがあるっていうのを聞くじゃん、分かる人いるの、はい、解説者になってもそういうオーダー出てるって、はい、まあね飛びつくよバッター。そうですか。特に若手、怒られるから、もう空振り三振の方がマシみたいな感じで、はい、何でも振るよ。でももしフルカウントでそのもう見逃しするなって言われてたら、本当にボール球でもフォアボール選べないで、もうなんかね、振っちゃったりしますよね。でこれと同時にあるのが、ツーストライクから打たれんなっていう人。はい。そしたらツーストライク追い込んだら、もう遠いところのボール球外すから、わざとワンボールツーストライクにするために。はい。だからそれ試合現役の時もオーダー知ってるから、追い込まれてもどうせボール球外すから、打ちに行く気さ。はいボールみたいな、絶対外すから。へえ。もうそれもクソやね。結局は。第2、ホームランだけは打たれるんだ。分かってるっちゅうね。そんなもんホームランだけは打たれるなって、打たれようと思ったこと一回もねえよっていう。そうですね。ホームラン打たれてもいいやっていう人いないですもんね。しかもよ、バットに当たるところはよ、どこもホームランになる可能性あるのよ。だってホームラン打たれるのはフォアボールしかないのよ。いいですかっていう。そうですね。確かにバットに当たったらパワーあったら飛んじゃうかもしれないですね。そうそう、どんないいとこだけだって、ホームランになる可能性はバットが当たるとこだとあるもんね。はい、あります。どこでもね。はい、だからそれはバットが当たらないとこ投げるしかないのよ。ホームラン打たれるなって、はい、それでいいですかっていう。本当にでもそういうシンプルにホームラン打たれるなっていう人いるんですね。ここでホームランだけは注意ですよねって言うじゃないですか。いつもしてます。確かにここはとかじゃない。いつも気をつけてますので。確かにホームランだけは気をつけろって言って、ベンチからでもやると、いつも気をつけてるよっていう。当たり前です。逆に言うとね、じゃあどうするかまでの方法論言ってんと思う。だから俺解説とかでも、ここは長打避けていかなきゃいけないんで、もう低め徹底して投げていくしかないですね。でも低め打たれたらもうバッターがすごいよ。でも切り替えるだけや。そういうのに低めも打たれたら怒られるのよ。じゃあどこ。確かにそうですね。ホームラン打たれるな、だからこうしてみろって言われて、それで打たれたらまあまあね、あなたの言った通りやってますよ。じゃあ仕方ないですよねってなりますけどね。ホーム言わない結果だけ、ホームラン打たれんだ、ちょっと打たれたらこらーってことですね。そうそうそう。じゃあもう経営しかないですよっていう。そうですね。その中やんねんでキャッチャー苦しくない？そうですね。で第一、これもよくある。はい。なんだろう。自分たちより先に点取られるなよ。です。どういうこと？自分たち要は先制されるなってことです。おお、そんないつも意識してますよね。うん。相手に先に点やるなって言われる。はい。いや分かってるよって言って、いつもやってるって言って。そうですよね。よく監督のコメントとかでもね、先に先制させたんでみたいな。せいこっちのせいですかっていう。打線やろ。じゃあもう俺は本当に言いたい。はいはい。先に点やるなって言うんだったら先に点取れやれ。確かにそうですね。だって趣味なんですもんね。攻撃陣言えやお前。先に点取れって。なんでこっちが先なんやっていう。そうですね。相手に先制されんな。相手に流れがいく。じゃあ自分らで先に点取って流れ持ってこいやっていう。確かに。まあだからきっちりゼロに抑えろよっていう。そう。絶対先制されんなよみたいな。きつくない？はい。これが来るんだよ。もう常に負け出したら特に来る。はい。キャッチャーだったらよ。おいクイックさせろ。ホームラン打たれるんだよ。絶対先制されるんだ。きつくない？いやもう分かってるよそんなのって。でバッターボックスだったらよ。低めも振るなよ。その代わり高めも振るな。で見逃し三振すんなよ。苦しい。苦しいやろ。苦しい。普通に来るこれこのオーダー。マジで。なんかがんじがため感ありますね。でも外に出てけえへんやん。出てこないですね。恥ずかしいから言えんやろ。はい。だってファンからしても当たり前としても選手は分かってるものじゃないですか。それってあえて指示してくるとは思わないですよね。それだったらそうならないようにやつを教えてくれよっていう。そうですね。こうじゃあこうやってっていう指示が欲しいですよね。結果ばっかり言うのよこれ。みんなが聞いたことないベンチオーダー。まあ苦しいよ。まあそうですね。選手の皆さんってこうやって常々言われてるんですね。めっちゃ言われてる。でその中結果論で怒られるとたまったもんじゃない。そうですね。それ大体今コーチとかがコーチ監督ね、監督もまあ含めて言ってくるわけわからんオーダー。そうやって打席に行く前とか守りにつく前とかにこうポンっていうんですか。いやなんか集まった時に言ったりする。あとそのミーティングの時に。これ選手どんな気持ちで弾いてるんでしょうね。当たり前やら分かってるよ。ゲームじゃないからね。ゲームと思ってんのかな。どうなんでしょうねって言うしかないんで、そうですねまあね、こういうことがね、はい、繰り広げられる中、はい、まあね、でもね、劣勢になってきたり、勝てないと大体こういうの出てくるから、はい、勝ってる時出てこない、うん、まあだからあれですよね、選手、コーチの皆さんの監督も、まあ、ちょっと負けてるって焦りがあるから、そういう言葉も出てきちゃう、そうだね、だから一言言いたい、うん、そんなこと言ってくから勝てないんだよって確かに追い詰めて苦しめてるだけですよね。たとえさ追い詰められてるのに、さらに追い詰めてるのよ。そりゃきついやろ。それだったら、それだったら先制点取られてもいいし、ホームラン打たれてもいいからどんどんいけって言ってほしいし。その方が力抜けると思います。で、ボール球とか振ってもいいから、もう思い切って見逃さないで、もう初球からどんどん振っていけ。だから別にいいから、だ方がよくない？いいです。言い方あるやん。もう見逃しても三振してもいいよ、とにかくもうね。初球から振っていけ、ボール球振ってもいいから、もう積極的に行こう。ホームラン打たれてもいい、先制されてもいいから、ちびんなお前どんどんいけ、うん、がいいやん。あ、すごいなんか力抜ける気がする。なるよ。しゃいったらーってなりそうですね。お前ただでさえ苦しいのに何苦しめてんねん確かに。はい、皆さん、はい、注意してくださいね。何に？言わないようにです。はい。誰が見てるかわかんないんでね。皆さん注意してください。はい。